からエクスペリアのマイク STM10 の音声チェックしてみたいと思います。まずはい、ここにマイク置いてあります。ってことは私は今マイクなしで喋っています。はい、今からマイクをつけてみます。はい、今マイクをつけました。音質変わってるでしょうか、音量変わってるでしょうか。喋ってる声の音量一緒です。さっきマイクつけてない状態と同じぐらいの声の大きさで喋っています。マイクまでの距離もどうでしょうか。カメラの距離は全く一緒です。マイクはまあちょっとついてる、外付けしてる分だけ自分の口元に近くなってるかもしれないです。はい、これでクリアに聞こえてますでしょうか。はい、今マイクをつけて喋っています。目の前にはつむつむね、三段積み置いてあります。ね、こんな可愛いですね。ね、こんな三兄弟みたいになってますよ。はい、すごく可愛いです。はい、では今回はソニーの高音質エレクトレッドコンデンサーステレオマイクロフォン STM10 の音声チェックをしてみました。ご視聴ありがとうございました。はい、今Xperia Z3 にこの前買った STM10 をつけてます。はい、これがそうです。こちら。ね、これがマイクです。ね、大きいですよね。携帯に対して結構大きいから存在感ありますね。はい、こんな感じでね、角度は変えることができます。はい、ね。こう、前向きにもできますね。だから、自分の声を取るだけでなく、誰かを撮影しながら、そのね、撮影されてる人の声を取ることもできます。はい、こんな風にね、できますね。はい。はい、こんな風になってます。